はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランド、テトロ、続きやっていきたいと思います。前回からね、ずっとね、もうあれですね、まあ、魔王系を倒しててんですけど、いらっしゃいますね、敵のマスター様。上ね、操りの扉前回クリアしましたね。バラも吸いましたね。で、次、支配の扉行こうと思います。ここスライム系だと思いますので、まあ、そうだね。まあ、こんな感じで行こうかな。はい。霜降りもあるので、あとはもうメタル系いるかな。いい加減ホワイトキングね、ちょっと配合したいので。お、種。守りの種。4使っとくか。なかなか上がんないしね。29回あんのか。あー、また随分だね。お、宝、ミミックかな。これで、前回作ったアクバーとかもね、こうやってちゃんと上がってますのでね、裏でね。まあ、いくらかはこうやって上げとけばいいので、まあ、無理やり連れてって弱いまま連れてってもしょうがないので。お、キメラの翼。まあ、こういう何択かあるときは、まあ、レベルアーマー使えば、左か。まあ、左行くついでに上もちょっと見てね、肉がある。霜降りだったらね、取れますけどね。さて、こんなんが出てきます。あ、これ、ちょっと複雑な、面倒なパターンの。これ、どこだっけな？右上だっけな？スライムとブツスライム。こういう時ルーダンツやったらいいのか。そうだね。まあ何も起こらなかった。また、あそこに出るかも。こういうとこに出たら意味ないもんね。あ、近くだわ。そうだね。穴のあるとこで使ってもそのマップに行くだけだもんね。そのマップっていうかそのエリアって言えばいいかな。ちょっとこっち見よう。他国のマスターいるかな？いないか。いる可能性はありますからね、普通にね。まあ、メタル系いるとしたら下だよね。別のところにね、確かメタル系いるとこは、うわ。さて、どうすかな。まあ、一回行っちゃうか。結構下の方まで飛ばしてくれるんで。あー。こんな感じか。キラーマシーン。ちょっと待って、キラーマシーンいらないな。マネマネも別にいらないな。いいや。アンドレアル捕まえとくか。あ、倒しちゃったかも。多分、マネマネ先行くでしょ。まあ、倒してくれるだろう。アンドレアル入れるっていうのが、これと魔王の使いでね、利用できるので、ダークホーン作るのは結構魔王系でできるんですよ、あれ。お、61まで上がっちゃった。うわ、入んなかった。まあ、しょうがねえか。絶対入るってわけじゃないもんね。多分ここら辺にいいと思うけど。何回？あ、25回か。あ、もう結構来たんだね。さて、右に他国のマスターいそうな気がする。いないかな？あ、やっぱ出た。いや、普通に倒そう。2万経験値持ってますんで、あれ。そうだね、ここにいるんだよ。まあ、レベル上げるの楽になったか、これで悪魔連れてくれば楽勝ですね。今まで何だったのって経験値なんですよね。そうだね。まあ、ここやったら簡単。まあそうだね。簡単になるよね。はぐれ見たら2匹出てくるときあるので、それと、
何でしたっけ、もう1体ハグレメタル作ってるんですよ、メタルスライム2匹でね。だからちょっと1匹捕まえるまで粘るか。別に魔王は逃げないので、あんましたいけど出てこねえんだっけこれ。やんなことないよな。まあ、ヘルムの飲み薬あるから、やっていいかもね。お。今なんかめり込んだけど気のせい。さて、あ、そうだね。なんか6丁最後残っかな。霜降りがこんだけあるから。まあいいや、骨付きでいいや。さて、なんか先、アンドレアル行きそうだけど。あ、大丈夫だった。うわ。やってくれるぜ。ザオリクだから完全ですよね。強えな。おっと、ボタンが。さて、霜降りが4つか。いや。あー、なんでそっち行くかね。あら、見つけちゃったなぁ。どうすかなぁ。口笛持ってるね、モンスターいるんですけど、それもいずれ一番先頭になるんで、用には設定してんですよ、自分なりにね。はぐれメタルはちょっと捕まえたいな。あれ捕まえたら、もうワイトキングの片割れできたようなもんなんで、ここでレベル上げていけばいいかなーっていうね。その前にあのゴールデンゴーレムとかももう一体作んなくちゃいけないんだよね。そうだね、255マックスだわ使ったらみたけどね。あ、来た。さて、逃げるかな。お、逃げなかった。1個で入っかな、入ってくれればいいんだけどな。どうだ。あ、ダメだ。まあそう簡単にいかない。まあ倒して経験値入ったらいいんだけどさ。あやつをどうしても入れたいな。2匹出てくればね、美味しいんですけどね。一番下来ちゃったな。わっ、穴見つけてしまいました。さあ、まあもうレベル上げるの楽なんで、まあアクバーかなんか連れてきてわざとね。はぐれメタル狩りでもいいし、行っちゃおう。とりあえずクリアしちゃいますね。
さあ、ドラケー3の音楽。はい、行きました。ゾーマ、前回バラモスで今回ゾーマだね。我が生贄の祭壇によくぞ来た。我こそは全てを滅ぼす者ゾーマなり、全ての生命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。そなたは何へもがき生きる。滅びこそ我が喜び、死ぬゆく者こそ美しい。さあ我が腕の中で生きているがよい。はい、まあそんなこと言ってますけど、爆裂剣の、これ、テスカはどう使ってくるっけ？まず、フバーハかな。これ、氷入ってきたよね。あー、リオはいいや。あ、ビッグバン使うの？そっか。あ、でも、いいや。まあきついよね。ただ竜王が生き返らせてくれるので、エンドレスビッグバンって。おい、ミスんなよ。オッケーオッケー。ずっとビッグバンでひどいなあれ。ドラゴラムでね、999にしてもいいけどね。まあ、それ、その手もあるよな。それやっていいか。うわ。爆裂剣。おっと、違う。爆裂剣。命を大事に使えないんだよな。そうだよな。バイキルト。そうだ。備えたって意味ねえわ。やられるな。ガンガン行こうぜの命を大事に。逆に使わない方が良かったな。999あるんですよ。あ、倒した。倒しちゃいましたね。そなたは名を何と申す？そうか、テリーと申すか。テリーよ、よくぞ私を倒した。だが光ある限り闇もまたある。そなたが強くなれば、さらに強大なものが、そなたの前に立ちはだかるであろう。はい。ドラクエ9とかでね、高速新幹線のゾーマさん倒しました。強い魔物がいっぱいいるんだ。さあ帰るぞ。そうだね、まだ全然いますね。さて、今回はゾーマのところでしたけど、まあ、はぐれメタルいましたよね。あれちょっと仲間入れちゃって、まあゾーマ、そうだね。アクバと二軸弱配合するので、まあアクバと二軸弱連れていくか。それが一番手取り早いわ。と、虹子さんね。なかなか上がりづらいけど、はぐれメタルだ、仲間入れながらいけばね、いいので、この2体ね。で、そこからね、派生していって、まあ、キングレオまで届くんですけど、そこまでずっとキングレオ入れますね。今、これなくなったらもうまずいので、何度も言ってますけど。キングレオから先にしないの？とかなんか言われそうだけど、先にしちゃったらもっとね、大変になっちゃうので、後でどっちみち変えるのでね、まあ、順番にやってますんで、順番にやってますんでね。じゃあそこまでカットしようか。二軸弱、そうだね。はい、霜降りを使って仲間入りましたね。
ハグリンって作っちゃったから、ひらがなでハグリン。まあレベル上げてもいいけど、ちょっと一回出ますね。また行けばいいので、それで悪魔は二軸弱でしょ。悪魔はもうちょっと上げなくちゃないんですけどね。ここにハグリンですけど、ホワイトキングが、また、おっとっとっと、危ね。ホワイトキングがメスですよね。ってことは、オス作ればいいんだ。ああ、やっとできた。ちょっと一段階また進むんですけど、今回ゾウをまた倒しましたね。よし、これでまたレベル上げればいいや。同じ名前だけどね。はい。これで、生まれるのがいるんですけど、メタルスライム同士でもできますんでね。まあ、捕まえた方が早いよね。これでちょっと孵化させなくて、オス作ります。まあ、右下とかもね、行ける場所増えてんだけどね、そこはまたちょっと先に行きましょうか。はい。メタルキングですね。ん？女の子って言った？じゃあちょっと男の子に変えましょう。お、いいね。それで、ホワイトキングと配合するんですけど、まあ、そこから先はまた大変なんで、今回それを作ろう。まずね。それと、アクバーと二軸弱もちょっと配合したいので、それで終わらせますね。じゃあちょっとレベル上げます。これを連れてて、これとアクバー連れてていいかな。まあ、デュラン連れててもいいか。まあ、そうだね。口笛使えるんでね。メタキン。まあ、これを、どうすかな。連れてったところで需要あんのかって話なんだよな。はい、まあ、20くらいまで上げたんですけど、アクバーがね、フェホマラーを覚えたので、もういいや。配合する。で、ホワイトキングと、まあ、どっち先だったっけな。お、一度も生まれたことがない。なんとかだが出ないね。ハーゴンプラス8。まあ、これが生まれるんだけど、ハーゴンの片割れをまだ作ってないので、2体作んなくちゃねえな。8？ まあ、いいか、これでも。はい。ハーゴンができました。ハーゴンはハーゴンでいいか、名前。あとは、そうね、ホワイトキングはようやく終了ですね。どっかにいましたよね、これね。自分、竜王と勘違いしてたね、だいぶ前ね。で、アクバーと二軸弱配合するんですけど、二軸弱がもう一個なんか覚えたと思うので、あれ、なんだっけな、マダンテか。まだ覚えてなかったよね。ないより、まあ、そうだね。こっちか。
で、今度は二軸尺と、まあいろいろ覚えてるので、これを配合していきます。また、はい。ハーゴンね。で、このハーゴンなんですけど、この色の中にいましたよね。はい。なんと、ハーゴンの姿だったっていうね。君は星組の大会に優勝したそうだね。何か大事の秘密が分かったかね。まあ、まあ、ここもあったけどね。さて、またレベル上げてきますんで、それで配合して終わりたいと思います。それで次回ね、また違う扉行くので、まあ、配合してね、またレベルとか上げときますんで。ここ一回全部売っちゃっていいか。ね、銀の盾ってことあるんで、レベル上げやすいんだよね。はい。ですね、まあ、二軸尺だけね、38まで上げました。なんでこんな違うのって、途中でね、ハーゴン落ちちゃって、まあ、二人で戦ってたんですけど、まあ、経験値その分多くもらえてね、いや、もう上げちゃおうと思ってね、上げちゃった感じなんですけど、これローズバトラーいるじゃないですか。これがメスなんですけど、アクバー二軸尺だね。アクバーと、ジャミラスができるんですよ。それで、ジャミラスとローズバトラーでできるのが次回ですね。はい、これで二軸尺の役目は終了と。マダンテ覚えたので、まあ、一応あった方がいいかなと思ってね、覚えたわけですけど。フラッシュが20とかあるね。で、これをオスにして、またレベル上げときますんで、次回また配合します。それと、まあ、ローズバトラーでね、できるものを連れて次回の扉行きたいかなと思うんですけどね。そうだね。女の子。今祝福したよね。よし。これで、生まれさせて、出来上がったものと、竜王を配合すればいいので、まあ、これも38まで上げなくちゃないかな。面倒ですけど。ジャミラスだけど、ジャミ。まあ、ジャミっていうね、馬のモンスターいますけどね。まあ、それとは違うんで。はい、こんな感じです。まあ、サイレスとかエビルホークとか色違いいますけどね。またこれは違うので。はい。ということで、デュラン作りましたよね。その片割れを作って配合して出来上がったものと、キングレオでまたできるものがあるので、まあ、キングレオそこまでですね。今81まで上がっちゃってんでね。まあ、99まで上がったとしても使ってると思いますので、まあ、そんな感じです。はい。ということで、レベル上げときますので、次回このパーティーでいきたいと思います。そうだね。このパーティーっていうか、これをパーティーを配合した状況でいこうかなと思います。さあ、ハーゴンもね、だいぶレベル上がってると思いますので、まあ、なんとか回復とかも使えるでしょうから、まあ、竜王の代わりにはなるかなと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。